壁にしてそう。皆さんこんばんは、尾上瑞希です。こんばんはでしょうか、こんにちはでしょうか。今日はですね、18時じゃない、20時からなんと初のチェキチャ開催されます。わー、チェキチャって知ってますか皆さん。私は初めてのチェキチャでございます。知ってます、チェキチャ。みんな知ってるのかな。エレミツさんありがとう、花火ありがとう、マンさんも拍手ありがとう。知らない、私もね最近知ったんですよ。トモさんもありがとう、マンさんかわいいもありがとう、トモさんもありがとう、花火わーい。皆さんこんばんはです。今コメント追いつきました。初めてですよね。私も大好き、ありがとう、ありがとうございます。アプリ入れてないって、はよ入れて、はよ入れんば、時間ないばい。何する会なの、何するっちゃろう。私も初めましてチェキちゃなんですけど、普通にお話しする、お話ししてツーショットなりワンショットなり。アプリいるっちゃない、多分アプリ入れんとできんじゃないかな。お話ししましょうねっていう、なんかオンライン特典会です。特典会って、特典会はわかるやろ、オンライン特典会。おみー好きって言ってもいい、いっぱい言ってください。いっぱい言って、好き、え、好き。言いました、え、今知りました。私もね、あの今日初めてなんで何も知らないです、本当に。オンラインサイン会みたいな感じ。そう、あのツーショット撮ってサインまで書けるのよ。なんか今日ぶりっ子、え、そうだよ。アイドルお水着はぶりっ子ですよ、違う、ははって合ってますか、私の説明は合ってるかな。お水着大好き、え、合ってるよね。オンライン特典会みたいな感じですよね確か。ですよね。チェキちゃん入れておいたよーって、わー、よろしくお願いします。8月終わっちゃうよ本当に。今日ですね、あの台風が来る予定やったけんか、あ、来る予定、あ、ちょっと来とったか来とらんとかちょっとよう分からんちゃけど、あの台風来てます、大阪。なんかさ、あの外見てないし、外出てないし、ニュースもよく見てないんだけど、よく見てないとか、見たけどよう分からんかった。なんか和歌山にいますとか書いてあった、台風は。和歌山みたいな、どこおるんみたいになったけど、使い方分かんない。今回は様子見って。そうなのよ、私も初やけんか、ちょっとね、なんかドタバタしそうな予感がしています。そう、この配信は1時間もしないから、19時半前ぐらいには、1時間ないぐらいで終わりたいなと思ってるところ。大阪は大丈夫、大阪も通り過ぎたんかな。チェキちゃん助かるって、よかった。そう、なんか海外にいる方もそう多かったり、あとは大阪に来れんっていう方もおると思うけんか、今日はチェキチャ遊びに来てください。尾上と一緒に深い話でもしましょう。深い話とは、お姉さん大分にいたら結構ひどい目に遭ってたから。あ、そうなの、大分がひどかったんか。長崎はね、長崎も結構被害あったって言ってた友達が。結構停電、一万家。そう、なんか結構出てたらしい被害。緊張しちゃうよね、こないだあったじゃないですか。
おみちゃんとオンライン直接会ったばっかじゃないですか。緊張しないでしますか。かわいこちゃんこんばんは。はい、かわいこちゃんです。こんばんは。通り過ぎたと見せかけて戻ってくるかもという方。なんそれ、なんその、なにそのフェイント、なんそのフェイントこうやってピュー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 みたいな感じですか。やめてくださいよ。そうなの、戻ってくる可能性ある。でもなんかさ、あのニュース大阪天気で調べたら明日明後日も結構天気悪くて、台風の影響で明日明後日もだいぶ天気悪いって書いてあったけんか、明日大丈夫ですか、ライブですよって思いながら。1万世帯か、1万世帯秒で受けれるような気がするから。そんなことないですよきっとそんなことないけど、20時から20時半までの10枠しかないんですよ。10枠やけん早いもん勝ちです早いもん勝ちです。みんな急げ。おみずきのチェキチャ10枠残り何枠あったか見てないけど、たった10枠しかないの。だって2分お話しするじゃん。でも20時から20時半まででチェキ書いたりとか、送ったりとかもあるから10枠しかできないんだって。おめが目の前無理やな、なんでなんでよ、様子見するわって。全然そんなことないって。みんなそんな言い出したらおみずきに一生一生甘えっぱなしになってしまうやんか。どんな歌ね。そうなの、滋賀に行くらしい。なんそれなんそれすぎる。お雨やす、そうだよね、明日天気悪いっぽいけん、めちゃくちゃ嫌だ。やだ、かわいい、ありがとう。10枠だよ、諦めないでさ、撮ってみてよ。俺が撮ったらみんな見なくやめてくる。なるほどなんでですか、チェキ気になるって。チェキね、ツーショットも撮れるしワンショットでもいいんだって。で、でもね、私も初めてやけん結構なんか心配、大丈夫かな、どんな感じなんやろ。チェキ撮るタイミングとかさ難しそうじゃない。あとサインとかも書けるらしい、手書きで。すごくない、チェキちゃって販売されてるよ多分。そうなの、まだ販売されてないの。でもなんか私のところもうなんか何枠か埋まってたんだけど、あれは何ですか、まだ0枠での。そうなの、じゃああれ何、私のところも買ってくれてる人いたけどの。あれはじゃあ違うってことですか。残り何枠ですって書いてあった、私のとこに。こんばんは、めっちゃ早くチェキちゃやなって。そうなの、チェキ会やなって。してないんかーい、してないんかーい。2分とか余った時間で何しよう。余った時間だから2人きりでお話できるけんか、2人で話しましょう2人で話しましょう。なんか配信とかじゃさ、なかなか2人きりは配信話せないからね。ザ特典会ですよ、お話1対1でお話できるのいいよね。なんかさ、チキ会、ライブの後の特典会よりさ、なんかゆっくり喋れる気がするな、チキちゃんの方が。ライブの後の特典会結構さ騒がしいやんか、周りざわざわしてたりさ、周りなんか騒がしいけんか、ゆっくり話せるんじゃないかなっていうイメージでおりますけど、まあやってみんとわからん。かわいい、かわいい、かわいい。さあ、まあ初めましてだけで。時差だって何時やろう今。ちょっとそういうのも後で聞きたいなどこにおるん。ちなみに有料会員だけでもう予約、ああそういうことか、有料会員の方の予約なんだ。あれじゃそういうことね、何枠か埋まってたからさ、そういうことか。選択星取ったって。こんにちは、みずきさんもここにほら鍵があるでしょ、ここに鍵が、これ洗濯物の鍵
されてるでしょう、この黒い影。何だと思いますか？ここに洗濯物干してる。ここだって今日さ天気悪いじゃん。部屋干しですよ。天気悪いとか台風だからさ部屋干しですよね。こんばんは。ことごとくオンライン代償が悪いよね。え、そうなんですか？そんなことないさそんなことないさ。何か小屋がいいの？なんやろう。でもこっち側はこっち側私たちはなんかサイン書く用のタッチペンとか。今日はねちょっと急遽チェキチャが入った、あのチェキチャライブ延期で急遽のチェキチャだったからまだ準備できてないけど、タッチペンとかこっちはねサイン書く件とかはあるけど、ないじゃない、あのファンの方の準備するもの。なんかお水木に私に見せたいものがある方とかなんか話のネタになるようなものあればぜひって感じやけど、特にないと思います。しかも昨日が初めてやったよ以上人間はさすがに魔王。そんなわけない。そんなことないと思うよ。人気ってあってほしいけどさ、けどさ、みずきかわいい、チキにメッセージ書きながら会話するね。あ、そうなんだ、書きながら会話するとね、そういうことですよね。なるほど。こんばんは。告白されたら、どうしよう、チキちゃんね遊びに来たよ、こんばんは。内緒の話か、みずき大好き。ざわざわした。確かに特典会って感じ、ライブ後の賑やかでいいですよね。チェキチャはチェキチャでゆっくり話せる気がするな。なんかそのざわざわ感がないけん聞き取りやすそう、声とか。それでやりとりする手間かかりそう、チェキを書きながら。あー、確かに。ホワイトボード準備しとこっか。こっちもホワイトボードかなんか準備しとけばいいんじゃない。どう、私も。こんばんは。その時差なんて言う、あの、そうやったと知らんかった。始まってるんか。一応わからん私もいや、わからんだけど、始まっとっとってなんか有料会員の方が枠取れるらしい。知らんかった。それはじゃあもうあと何枠かしかないかもしれん。みんな急げこんばんは。正解タオルです。衣装じゃないです。シュエさん顔ありがとう。予約開始までお待ちくださいと出た。予約開始がだから30分前ってことか。じゃあ皆さん30分前になったら争奪戦ですよ。気合で取ってくださいね。お水木と喋りたいぜーっていう気持ちがあれば取れます回線悪くてお店で話したことが何回かある。そんな、それ Wi-Fi が悪いな。でもね、こっちもね、この家も大概今日電波悪くてですね、大丈夫かな、心配です。準備しましたよって嬉しい。こんにちは藤谷さん、こんにちは。アリスさんとかちゃんとできるか心配。確かにアリスとか心配やな。でも家やけん、お母さんおるけん大丈夫じゃない何かあったらお母さんがしてくれんかな。リアナさん、ハタリアトーン。いっぱい出るから傘ね、覗いてみるかしらってねえ、尾上さんにもちゃんとご挨拶しに来てくださいよ。こんばんは。ナブさん、ありがとう。あなたも生が埋まってるから無理やな、落ち込みたくないかよぜなんでそんな落ち込まないでください難しいこと言っている。落ち込まないでって、もうちょっと明るくしようかな。あう、おい、あ、花火ありがとう。どちら様、インスタストーリーで画像を使ってくれてありがとうございます。あ、こんにちは
さん、私も水木です、尾上水木です、よろしくお願いします。え、めっちゃ可愛くて、あの何やったっけ、あのな何やったか、なんか名な、なんて書いてたかな、名刺風、名刺風みたいな、なんか書いてあったっちゃけど、何やったっけ、画像をね昨日ねストーリーに勝手に使わせていただきました。そしたらさ、あのストーリーのリアクションで、めっちゃ可愛い画像、可愛い、めっちゃ可愛い画像、可愛いってもめっちゃ溢れてました。ありがとうございます。嬉しい、また作ってください、待ってます。もうめっちゃ助かります、ああいうの本当に。はい、ありがとう、うーさんもこんにちは、大好きもこんにちは。とりあえずアプリ入れた、そう、アプリを入れないと始まらないですからね。なんで2分も喋ることないって、あるやろ、2分じゃ足らんやろ、足らんやろ。ウイスキーかわいい、撮ろうとして撮れなかったら悲しいやん。撮ろうとして撮れんかったらもう次次って言うしかないさ。すぐまたチェキちゃありそうやしね、ありそうやけど、いつかな。今月最後のショールーム、そうですね、今月最後のショールームです。皆さん今月もありがとうございました。まさかのね、8月始まった、そうか、8月1日にすべき身リリースされたんで、アイドル再デビューでちょうど1ヶ月です。いざ当たると綺麗すぎて、え、なんで話せなさ、もう泉がガンガン喋りますよ。大好き、こんばんは、こんばんは。そう、大阪にいます、こんにちは、大阪の尾上です。初見さんも、え、何初見じゃないやろ、こんにちは。怖、初見じゃないやろとか言っちゃって、ラフラフで使ったからチェキじゃスマホ入ってたって、お、それはタイミングよかった。明日行くねんけど、全員とお話できる方、待ってます、会いに来て、尾上さんのところにも会いに来てくださいね、ご挨拶しに来てくださいね。待ってる待ってる、明日なんか天気悪いらしいけん気をつけてきてくださいよ。雨らしいよ明日も、本当か知らんけど、素敵な8月だった。本当に2分も話せる自信がない、え、なんで、2分じゃ足らんやろ、絶対2分じゃ足らんやろ。話し方大好きです、ラジオしてほしい。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、話し方大好きって訛りがいいってことかな。ラジオしてほしいってめっちゃ嬉しいんですけど、嬉しい、おしゃべり大好きなんですよ、ずっとしゃべってます、嬉しいの、心の花、あ、ココちゃんのファンなの、こんにちは、ココちゃん、ココちゃんのお姉ちゃんやってます。え、ココちゃんのファンの方さ、めっちゃ写真撮るの上手じゃないねえ、ココちゃんのファンの方さ、めっちゃ上手なの、インスタじゃない、ツイッターで、すべきみでさ、ハッシュタグすべきみとかで調べてみるんよ、そしたらもうココちゃんがキラキラ輝いた、なんていうっけ、ああいうの、カメ子さんっていうとかな、なんかさ、もうめっちゃ上手な写真がいっぱい載っとって、いつもメンバーでココちゃんのファンの方は写真撮るの上手よねっていっぱい話してる、尾上さんも撮ってくださいぜひ。なんかさ、悲しいことに、寂しいことに、なんか尾上さんの写真を撮ってくれる人ね、あんまりいないんですよね、撮ってほしいんだけど、動画も、お水木追ってみたみたいな、アイドルなんかさ、アイドルさ、なんか一人だけさ、なんか集中して撮ってるファンの方いるじゃないですか、なんていうん、でも私もなんか、お水木撮ってよって思ってるんだけどさ、なんか撮ってくれんもん、誰も、撮ってさ、撮ってよ、お水木かわいい、ありがとう、お水木ちゃんはしてるけ、頑張って、ありがとう、よりよりさん、よりよりってまさかよりより、あのよりより、給食で出てくる、あの美味しいよりよりですか、2分も緊張しちゃう、でも私は結構緊張しちゃうんだよな、意外とファンの方と喋るの、そうだよ、足りないよね2分とかね。ゆりゆりさん、ありがとう、星なまりめっちゃいいよって、じゃあもうずっと大阪でもこの長崎弁を継続して使い続けたいと思います。取れんとよね長崎弁、
しかもなんかね、私関西に来てまだ 1,2 ヶ月ですけど、私が大阪に染まるんじゃなくてメンバーが長崎に染まってて、最近ほのちゃんがこの間長崎イントネーションで喋ってました。それで、ね、今のイントネーションお水木じゃねえみたいになってお水木やんみたいになって、私が大阪に染まるよりメンバーが長崎に染まっちゃいました。先に見てみようって。ありがさん世界一、ありがとう、ありがとう、フォローありがとう。悲しいでしょ、いつも可愛いかよって。嬉しい、リーゼントのよりよりさんありがとうございます。すいませんって、もうたまには撮ってくださいよ皆さん。可愛い、ありがとう。オピザさんも可愛い、ありがとう。アイドル、アイドルより嫁や彼女にしたいんやな。お水木のこと。アイドルじゃなくて、最初に明日のルイードにピーと同期がプロデューサーグループいるって。そうなんですか、ピーと同期がプロデュースしているグループいる。次見てるとこ見られたら気まずいって。気まずいの、いいじゃん、そういう君大好きですって言っちゃおう。おみずき推しカメラ、あ、そうそう、推しカメラ、推しカメラ、チケム、チケム、何ですかチケムってチケム、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 チケムしてください。おみずきチケム、はじめまして、ワニーさん大好き、かわいい、ありがとう。ココロンは会社の人の知り合いだけど、なんか怒るから無理。どういうこと、どういうこと、どういうこと、怒るの、怒るの長崎弁強いでしょ、まだ取れんよって。よりよりさん長崎おらんと、喋り方と顔のギャップがすごいんだよな。マジでこの顔なまってなさそうに見える、まさか、マジで。でもウーム行った時にも言われてた、あの顔だけ見るとあんまなまってなさそうに見えるけどなってどう見てもなまってるやろ、なましよっとねって、毎日言うやろ、もうありがとうございますすらもなまってる時あるもんね。こんばんは、こんばんは、長崎染まりたい、染まりたい人いる、染めちゃおうかな染めちゃおうかな、尾上さんが長崎に。私とでもずっと喋りよったら多分なまり映っちゃいますよ、映りやすいっぽいよ長崎弁。こんばんは、言葉合わせてもイントネーション、そうなんですよね。なんかふとした時にね、なんかベラ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 って喋った時に、なんかマネージャーさんとか笑ってる、なまりすぎやろみたいな2分は一瞬だよね、2分は一瞬だよ、一瞬だけど喋り聞いてよ。ピーと同期のグループ行って、あ、同期プロデュースのグループ行ってるから、どういうこと、ピーと同期プロデュースのグループ行ってる、あ、そういうことバレてんだ、イントネーションいいな、本当、本当マジで嬉しい。そんな、ほのちゃん標準語になるらしいね。あ、確かに結構標準語喋ってるイメージあるわ、可愛いねって、ありがとう、嬉しい、いっぱい褒められて。てっきり衣装で事務所がどこか、いや出れない、出れないそんなね、家からだよ、お家からじゃないと、だって台風だから台風だからさ。こんばんは、長崎やけど名古屋に、名古屋におっと、そしたら会いに来れるやん、大阪まで、いつでん来れるやん名古屋から大阪来て、来て、見た目都会美女ね、本当ですか本当ですか、都会っぽいんですか、こんな感じでヨレヨレの T シャツ着てますけど。みずきの長崎弁映ってる感じする、まことさんに、マジで、どんどん映れ、どんどん映れ映したい、おいちゃんの喋り方が可愛いからつい真似したく、喋り方、マジで、いや、確かになんか家族とかにバカにされますね、喋り方確かにバレてんのか。
ミあんまりニヤニヤしてるとチョロいって言われるで。え、私が、私でも多分この世で一番チョロいですよこんばんは。だって可愛いって言われたらもう口元緩んで緩んで仕方ない、普通に照れちゃう。多分この世で一番チョロいですよ私が。チョロさ世界ランキングトップ3には入る自信がある。かわいい大好き、あ、かわいいなんてコメントなかった適当にちょっと大好きありがとうございましたトームの T シャツかわいい。え、でしょこれね、シーンで買った。いくらだと思いますか。めっちゃ安いよ、これ上下セットで2000円。安くない？2000円もしてないかも、1500円ぐらい上下セットで。これがシーンですよ。え、この前来たよって、え、マジで知らんかった。そう、なんかさ、この間の特典会さ、お名前聞いてない、ほとんどのお名前聞いてないんですよ皆さん。そう、チキにさサインと日付しかまだ書けないんですよ。あのプレデビュー期間で今チキが1000円なんですけど、その期間中は多分名前と日付だけしか書いちゃいけんくて。そう、お名前をさ書かないからさ、チキになかなか名前聞くタイミングがなくてさ、まだね、あのお名前、お顔とお名前が分かんない分かんない方が多いけんか、あのお名前聞きたい。みずきかわいい、ありがとう。シャツは猫の、え、これはね、誰やろうね、トムかジェリーだかどっちか分かんない。トム&ジェリーだっけ、トムとジェリーかラブ&ビリーみたいなこと言っちゃった。トムとジェリーだ、トムとジェリーです。みずきかわいすぎてニヤニヤしてちょっと、にやけてくださいぜひ。嬉しい、恥ずかしいけん近くに、より嫌いよって、より嫌いよって、より嫌いよって寄ってきてください。インドアの仕業でね、グッズではかどりましたって。確かにインドアだよね、天気悪いけん今週。あれ待って、今日土曜日ですか、まさか。悪い男に引っかからないようにな。確かにね、気をつけんとね、ちょろいけんね、ちょろいけんね。そんな大丈夫ですよ大丈夫ですよ適当。え、待って、今日土曜日じゃない、やば、今日土曜日か、まい、そうだよ。これね、上下セットなの、下もあるで、安いやろ、安くて可愛いやろ、めっちゃ、え、やろ。ミッキーのっぴさんもぜひ買ってください、シーンでお揃いです。多分ね、これね、メンズ用なんだよね、大きい大きいの。2000円じゃない、1000円です、1000円ですよ。チキは、チキは1000円です。皆さん会いに来てください、この期間に。おみずき大好き、そういえば名乗っていなかった、名乗ってないね名乗ってないわ確かに。大好き、ありがとう。おみちかっぱ祭で初めましてできて嬉しかった。嬉しい。余裕のないゆうちゃんさん、こんにちは。そう、初めましてしてくれた方いっぱいいて嬉しかった。名前と顔だけでもいいんで覚えてやってください。覚えますよ、自己紹介してくださいぜひ皆さん。ん、チロいからトムに捕まったのかな、猫の名前はトム、あ、こっちがトムかこいつトムだって。そう、トム、大水木チョロいから、チカッパさん初めて。そう、チカッパでもね、いっぱい言ってくれたよ、初めて尾上さん見ましたって。はーい、尾上でーすって言ってご挨拶した。なかなか認知してもらえんね。いやいや、してるわしてるわ、トムなんね好き。あ、こっち多分トム、よう分からんけど多分これがトム。ジェリーはトムとジェシーやったっけ、トムとジェリーやっけ。ジェリーはね、ジェリーだっけジェリーはね、多分後ろにおるよ、トムとジェリー。ジェリーさんはね、この後ろにいるんですよ、ほら後ろも可愛いんだよね、これほら、トムとジェリー。え、何これ、誰これ、
こんな人おったっけ、人じゃないけどさ、絶対にこんなブルドッグ知らんちゃけど私。トムとジリー、かわいいジリーいた、ここに。あれ見えない、ジリーさん、トムさん、これは怒ってる、怒ってるブルドッグさん、こんばんは。8月最後ですよ今日、あっちゅう間の8月でしたね。また来るね、バイバイって待っとる、バイ、またね、頑張って、ありがとう。安いよね、2000円。来月は見てよし、3桁行きそうやね。来月は行きましょう。でも来月ね、忙しっちゃんね忙しっちゃんね。衣装の靴がパンプスやから美脚が際立つね。よく気づきましたね、余裕のないゆうちゃん、さすがです。いいところに目をつけましたね。そうなんですよ、私たちの衣装は結構アイドルさん、最近のアイドルさんってスニーカーとかなんか運動靴みたいな、結構スニーカー系のアイドルが多いのよ、衣装。その中でナナさんのこだわりでパンプスなの、うちらは。ナナさんが靴は絶対ヒールのパンプスにするって言って、そうで、うちらいつもあれなんです、何、ちょっとたちょっとヒールがあるパンプスなの。よくわかったね、さすが。そう、みんな足綺麗に見えるし、でもねちょっとね、あれよ、踊る時大変ちょっとね、結構飛ぶけんか、デビュー曲とか。物語に虹が運んで世界を変えるからの時とか結構飛んでるから大変な時もありますよ。あと地面がステージが滑りやすい時とかはヒールね、大変なのよね。エドの頃が好きだから会えて嬉しい、関西に住んでるからもったいにくい、あ嬉しい、ハート待ってます。覚えられてなかった、覚えてるけどさ、みんなのこと覚えてるけどさ、なんかさめっちゃ名前間違えたらさ気まずいよねだってさ毎日会えるわけじゃないけんさ、なんかさめっちゃ変化とか髪型とかさ、メガネつける出る時つけてない時とかでさだいぶ印象違うじゃん。けん間違ってしまった時は申し訳ないけん、あんまり自分からは名前言わんようにしてるけどねそう、でも分かってるよ、ジリーで、食べたジリー、相方怨念や。そう、これね、こいで、可愛いでしょ、こっちでもいけるでしょ。あ、これブルドッグ、知ってない、これ有名なんだ、ワンちゃんの名前なんだった。これ名前あるの、知らなかった。悪い顔してるでしょ、誰ジリーって。あ、これね可愛い、仲悪いやろ、トムとジリー。トムとジリーが好きだよ、おびちゃん。いや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 、そんな好きじゃないよただ可愛いなと思って買っただけ。なんかね、小学生の時ね、近所じゃないけど近くの靴屋さんでいつも流れてた、このトムとジリー。靴屋さんでトムとジリー見てたな、よく。はい、ありがとう。ワンちゃんはスパイクという名前だって。そうなん、スパイクなん、そんなかっこいい名前だったんだ、見たことないけど。心のオフ当たらなかった4月、あ、オフ会4月にあったんだ、知らんかった。それはでももう今やったら会える機会いっぱいあるけん、いいね、いいね。ブルドッグの子供は可愛すぎるだよ。え、ブルドッグの子供え、これのこと大好き。あのジャンプ好きです。あのジャンプ、何のジャンプさ。あら、もうそんな時間、今何時何分何秒、ちょっと待って、もうそんな時間か。たまにというか、スパイクはトムとも喧嘩してる、トムがプルボコされるけど、そんなストーリーあったっけな。では皆さん、そろそろ尾上さんはチェキチャの
準備をしないといけないので、配信はここまで配信はここまでになります。皆さんチキチャアプリをインストールしておのめさんに会いに来てください。待ってます。ちょっとお洋服もちゃんと可愛いのに着替えるし、髪型ももうちょっと可愛くするんで、あと40分後の尾上さんに期待しててください。チキちゃん今回は30分枠の10枠しかないので、皆さん背中を押してくれ。どういうこと10枠しかないので、皆さんぜひ急いでチケット取ってください。ではランキングを見たいと思います。第13位、伊藤美さん、ありがとう。2、3、4、ありがとう、トミさん。第12位、マフさん、ありがとう。第11位、エレメンチさん、ありがとう。第10位、アリンコさん、ありがとうございます。第9位、ショヤさん、ありがとう。ありがとう、ショヤさん。第8位、タカリさん、ありがとうございます。8位。第7位、ジュリーさん、お、ジュリーさん、こんにちは、ジュリーさん。ありがとう、ジュリーさん。第6位、キドッチさん、ありがとうございます。第5位、フィニッシャーさん、ありがとう。ありがとうございます。第4位、つばささん、ありがとうございます。第3位、ふみさん、ありがとう。そして第2位はたぬきさん、ありがとうございます。第2位はたぬきさんでした。そして本日第1位は、リリ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 。では皆さん本日もありがとうございました。はーいって、会いますようにって、待ってます。では皆さん、あと40分後お待ちしておりますので、チキチャぜひインストールからの予約よろしくお願いします。では皆さん本日はありがとうございました。そして8月もたくさんありがとうございました。ではでは、バイバイ。